からね、今日いつもありも、お疲れ様、お疲れ様昨日ありがとう、こちらこそありがとう。初めてやっとね、ちゃんと会えた。オンラインはまあやったけど、たまさん、またありがとう。かわいい、かわいい。もう本当にちょっと前まで出た、疲れすぎて。撮影いっぱい撮れました？本当に？よかったらあげてね、私の名前をつけてこんばんは、こんばんはです。本当に寝起き、覚えてもらえるようにコツコツ買いまして、お答えはサンクス。いや、こちらこそありがとうございます。本当に次はね、あれ、7月17日に息をする心の、まあこのなんていうんだろう、期間中っていうかシングル中のラストのお話し会、受付まだあるので、よかったら皆さんそちらオンライン会いに来てください。充電さした。何ですか、何ですか。500枚、すごい。浴衣めっちゃ可愛かった、よかった、やったね。寝たの、起きたの遅いけど、起きて寝て、もうちょい寝れる、起きて寝て、なんか、うん、違う、寝て起きてもうちょい寝たいみたいなのずっと繰り返してた。こんばんは、こんばんは、すきちろうさん、すごい、星10個ありがとうございます。おいしい。何、改めて昨日はあの距離感でお話できて楽しかったよ。ありがとう、こちらこそ本当に話せてよかった。また来てね。目が乾燥、コンタクトしてるけどさ、それ下も寝ちゃったからさ。この配信は帰りだったんで、あ、だったのか。昨日なかったもんね。こんばんは、こんばんは。ツイッターで浴衣撮影会の写真見ました。とても可愛かった。やったー。めっちゃ可愛く撮ってもらえたの。そう。ありがとう、あげてくださった方。かまちゃん、だるまありがとう。今日はね、頭が回らないぞ。頭が回らないぞ。35に上げて、15は下でしょ。5言うなら、45に男女読みですね。45になったら男女読みします。たまさん、ハートありがとう。意外につられてお話し会取ってしまった気がする。なんだって楽しみにしてます。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。たまちゃん、ハートありがとう。めんどよかった。ゆこがめっちゃ可愛かった。やったやったね。ハート100個すごい。まちゃん、ハート100個ありがとう。もうさっきまで寝てたわ。目とかついてないか不安だけど、鏡見る暇なく時間が来てね。そう、公園から来たしました。お、公園から。今日は先輩方お二人の生誕祭がありましたね。おめでとうございます。何、ツアー詳細の発表まだかな。ね、まだだかな。早くしてほしいよね。ナスちゃん、音符ありがとう。こんばんは。昨日撮った写真見ながらニヤニヤしてるあららららら。またあるといいけどね、撮影会とかさ。次は浴衣じゃなくて、次何が起きてるのが撮りたい。なんかあるかな。またなんかあるといいよね。大阪での話し会、あの撮影会お疲れ様でした。浴衣めっちゃ可愛かった。やった、よかったピンクの浴衣今年は来ましたよ。ピンク、ピンク、あれに合わせていろいろね、自分でも用意したから、浴衣褒めてもらえて。朝配信より眠そうですね。そう、本当に昨日帰ってきて、帰ってくる時間めっちゃ遅くなったけど、今日の朝が普段のレッスンの早かったからさ、疲れ取れてなくって、レッスン中もぼーってしてたもん本当に。
距離が最短距離だったね。ビニール1枚の距離めっちゃ良かったですね。いつかのビニールがなくなる日がね、来てほしいね。こんばんは、こんばんは、かまちゃん、ハートありがとう。マックさん、だるま、ありがとう。骨盤が、なんか痛い。こんばんは、こんばんは、昨日ありがとう。やっとさん、ハート、ありがとう。こんばんは、こんばんは。すごい、トマトさん。ハックスいっぱい、ありがとう。10個も。トマトさんも昨日ありがとね。次の撮影会はサンタさん、あ、なるほどサンタさんね。12月とかか、じゃあ冬か。次のシングルはいつ発表だと思いますか皆さん。いつだろう。私の予想は全国ツアーの最後とかかなって思ってる。仕事で話せるかなんだか分かんないけどかな。オンライン追加、追加で申し込んだの？本当に？ありがとう。楽しみにしてて。ハロウィンね、コスプレ、あ、コスプレ、なるほどね、ハロウィンもあるか。ハロウィンか。ハロウィンで仮装なんて小学校の時にやったぐらいかもしれない。ピンクの浴衣似合ってた。よかった。こんばんは、こんばんは、ハロウィン、あ、ハロウィンね。こんばんは、こんばんは、ハロウィンとかクリスマス、いいね。私服の、普通の姿、あ、確かに私服でもね、あったらいいよね。うん、それいいね、それもいいね。今日もタコさん、そう、今日もタコさん、前髪がピョーンってしてたから。全国ツアー撮れたけど、瀬戸内ツアー早くね、瀬戸内ツアー後半も詳細早く発表されるといいけど、されたらまたお知らせしますね。もし12月に撮影会あったらサンタさんとかどうね。サンタさんいいよね。サンタさんいいな。こんばんは、こんばんは。うん、ハロウィンとはさ、おー、あくびがすごい。ハロウィンとかサンタとか私服とかの撮影会ね、これから増えたらいいよね。撮影会だってね、1枚のそうこのさ顔だけでさ30秒間もう撮れると思わなかった。私10秒とかだと思った。あれ30秒なんだよね、長いよね。ハロウィンのコスプレとかいいなね。個人個人で好きなやつさコスプレしたりしてね。帯飾りと髪飾りの準備はさすがでしょでしょって言って、手元にないけどね、そっちの方にね、あるよ。そう、イベント楽しい星になっちゃった。こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様。チラーの写真が2枚だけしか撮れなかったです。残念です。また次の時に撮ろうじゃないか。追い飾りを持っていこうと思いついたの、すごいね。ね、めっちゃ褒められたもん、追い飾り持ってったら、持ってきてくれたのみたいな。そう、今もう結構な数着付けしたけど、帯飾り持ってきてくれてるのあなただけよって言ってそう、浴衣さ、そうすごい好きだから自分の浴衣を持ってるし、そう浴衣にね合うようにめっちゃ悩んでて、そうめっちゃ悩んで頑張って考えて買ったやつだから、たくさん褒めてもらえて嬉しかった。よし、ではライブランキング行こう。今日時間がない、行きましょう。16位年の方発表していきたいと思います。16位、キヨ兄さん、ありがとうございます。次が15位、長子さん、ありがとうございます。次が14位、サラマンダーさん、ありがとうございます。次が、13位、トラサバさん、ありがとうございます。次が12位、クミトラさん、ありがとうございます。次が11位、たかしあとつまみさん、ありがとうございます。トップ10いきましょう。もうダメだ、やばいやばい。ごめんなさい。いきましょう。
10位カッコワイプさん、ありがとうございます。次が9位タマアットつまみさん、ありがとうございます。次が8位ヤオトンアットつまみさん、ありがとうございます。次が7位ナスちゃん、ありがとうございます。次が6位カワちゃん、ありがとうございます。ここからトップ5、5位ない行きましょう。5位うまちゃん、あとヤミーズ&つまみんさん、ありがとうございます。次が4位ヤマシンさん、ありがとうございます。トップ3行きましょう。3位ひろちさん、ありがとうございます。次が2位トマトさん、ありがとうございます。じゃあ今日の1位発表させていただきたいと思います。いきます。寝起きのブッスイブッスイ寝起きいきましょう。あ、はい、今日のライブランキング1位はトマト。え、変わっちゃった、変わっちゃった、なんてこと悲しい、変わってしまった。あ、でも覚えてます、さっきのでいかしてもらいます。いきます。はい、今日のライブランキング1位は鈴木一郎さんです。ありがとうございます。あー、直前で変わってしまったよ、ごめんなさい。読み始めた時の順位で聞かせてもらいます。あらららら、変わってしまった。じゃあパパパッとボード買っちゃいます。あれだ、あの15分の毎日アイドル継続っていうのが出たら教えてほしいです。お願いします。ごめんなさい、変わっちゃったかー、悲しい。そんなね、ごめん、更新がすごいタイミングで来ちゃった。1位で読み上げてようとして見た瞬間にあらららら、ね、忘れないに書いて、よし、今日は何にしよう。タコさん、今日もタコさん、最近タコさん率高め。本当に眠いです、とっても眠いです。終わったら早くお風呂行って早く寝たいと思います。ダメだ、昨日疲れが取れてない。今日も私家出ようって思ってた時間の15分ぐらい前に起きた、本当ギリギリに起きた。全然そう、朝ね、普段レッスン前に練習していくけど、その時間もなかった。ギリギリ過ぎて起きたのが、疲れて疲れて起きれなかった、体が起きなかった。タコさんの足を、私のハイアップのタコさんは足が6本なので、足を6本かきましてと、ほい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 、うん、そう、あれ撮影会のやつ全部見させてもらってる。お母さんも可愛く撮ってもらえたねって言ってる。撮影会のね写真まだ上げてない方いらっしゃったら、よかったら上げてください。全部見てます、私。しましょう、うん、あ、間違えちゃった。